失礼。いえ、こちらこそ。今の人、三つ目？ここは謁見受付です。ここだわ。私が書きますね。お、アーリアの村長、レジス殿のご紹介ですか。はい、できるだけ早くお願いしてもらいたいのですが。そうですね、しばらくお待ちいただけますか。ありがとうございます。その間、城の中でも見学なさっていてください。わかりました。クロード、やったね。王様、ありがとうございました。うん、気をつけてな。失礼。王様、お目にかかれて光栄です。おお、レナか。久しぶりではないか。見違えたぞ。レジスから聞いていた以上ではないか。王様もご健康そうで何よりです。まあ、堅苦しい挨拶は抜きにしようではないか。して、今日は何用かな。はい、実は私たちはソーサリーグローブについて調査を始めたのです。そこで王様がご存知の情報についてできる限り教えていただきたいと思い参りました。なんと、そなたたちがか。はい、
もちろん冗談や遊びで始めたのではありません。そうか、そういうことならば私も助けないわけにはいかないな。確かに各地で異常な地震、火山の噴火など発生しておるが、その原因など詳しいことは分かっておらんのだ。ソーサリーグローブのせいだということは考えられないのですか？はっきりとした証拠が揃わないうちは 100% そうとは言い切れん。現在エル王国では人間が魔物たちと交戦中ということだが、その規模や被害の様子など詳しい情報がほとんど伝わってこないのが実態なのだ。エル王国に渡る船は出ていないんですか？ないことはないが制限されておる。それに戦時下では混乱した情報が流れやすい。ソーサリーグローブについては我々もよくはわからない、いや何も知らないと言った方が正解だろう。調査隊を送ったんじゃないんですか？そうだ、しかし戻ってこないのだ。要するに我々が手を尽くしてもソーサリーグローブに関するわずかな手がかりもつかめないということだ。そうだったんですか。だから我々はむしろ冒険者たちにこそ調査を依頼することに決定したのだ。町に冒険者が目立つのはそのためか。しかしレナ、ソーサリーグローブの調査は危険だぞ。できることならばやめた方がいいと思うが。いえ、大丈夫です。私にはクロードさんがいますから。おお、彼はそれほどの強者なのか。しかしもう少し装備を整えた方が良いのではないか。通行証と選別です。どうぞ。王様、異変の調査をしているのだから当然の報酬だ。受け取ってくれ。ありがとうございます、王様。エル王国に行くのならばクリクから出ている臨時便に乗るといい。王様、本当にありがとうございます。僕は全然話をしていなかったな。気にすることないわよ。私も結構緊張していたし。ですの？これは私が手に入れたものでしょ。何言ってやがる。ありゃ半分詐欺もいいところのやり方だったじゃねえか。まあ、いつ私が詐欺を働いたと言うんですの？うるせえ、殺すぞ。生言ってねえでさっさと渡しやがれ。
何よあの人。レナ、何ですの。なんだこのガキは。あなた女性に対してなんて態度なの。なんだと。人に物を言うときにはね、もっと穏やかに接するべきよ。え？ふざけたこと抜かしてんじゃねえぞこのガキが。まったく、自分より弱い相手にしか強がれないのですわね。情けないわ。だと？本当に殺すぞこら。喧嘩を売るなら相手を選ぶことですわ。もっとも身に覚えのない喧嘩は迷惑ですけど。覚えてやがれ。これで懲りたかしら。驚きましたわ。あなたのような人が喧嘩を止めに入るなんて。だってあの男の人どう見ても正しいとは思えなかったんですもの。でもかっこよかったです。強いんですね。あら、そうでもありませんわ。僕の出る幕がないな。そういえばあなたたち、さっき王様に謁見していた人たちかしら。どうしてそれを。私、お城を見学していたんですけれど、順番を早めてもらっている特例の二人がいると兵士たちが話していたので。私たちのことだってすぐ分かったんですか。ちょっと気になったのでこっそり謁見の間で見ていたんですの。それは趣味のいいことで。そう言わないで。実はお二人に耳寄りな情報があるんですから。実は私、先ほどのオークションでこんなものを手に入れましたの。これはとある洞窟に隠された古代の宝の場所を記した地図なんですの。よかったら一緒にこの地図の場所を探索しませんこと。僕たちは宝探しに付き合っているほど暇じゃないんだけどな。あら、あなたたちの目的に関するヒントだって見つかるかもしれませんわよ。私と一緒に行きません？面白そうですね。ぜひご一緒させてください。さすが、話がわかりますわね。私はセリーヌ・ジュレス。趣味はトレジャーハントですわ。それじゃあ改めて地図をお見せしますわね。よろしくて。まず私たちはクロスの東にあるクロス洞穴を目指すことになりますの。クロス洞穴？それってあの有名な天然洞穴のことですか？ええ、とっくに調べ尽くされていると思ってました。最近になって新たに発見された地図だという話ですわ。ひとまず装備などを整えてから出発しよう。そうですわね。
何か怪しい気がするんだけどな。え？何か言いまして？いや、何でもありません。さあ、行きましょう。